こんにちは、翔です。ではですね、パワフェスモードアヘ編投手作成ですね、やっていきましょう。現在こんな感じですね。で、今投手のコツ取ったんで、投手取りますか。じゃあ一応レジェンズ相手なんでね、プロ野球レジェンズで、まあそのまあ巻物使った理由は、そのはるかちゃんでちょっとカンストしちゃう可能性があるのかなと思って、カンスト、あのアイテムがいっぱいになってしまう可能性があるんかなと思って考慮して取った感じですね。顔色が悪い。下剤でも盛られたのかな。これでいきますか。はい、ダルビッシュね。わあ、でもフルメンバーだな、いつもの。たくさん、遠目から見ても分かる社長の顔のデカさね、やばい。さーて、ダルさんですよ、ダルさん。投球練習しちゃった。さあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番長嶋、第9球投げました。初球を打った。センター、センターへの打球取りました。いいね。これでワンアウト。マウンドに上がるのは先発のダルビッシュ。さあ、右打席に入った彼は三つ森右京です。おしゃれマスクと自慢の足が。さあ、初球。おしゃれマスクなんだこれ。いいボールだ。変化球が切れています。ストライク、アウトローへ打った。ファウル。第4球を投げました。内角ボール球打った。あー、ナイスな捕球。さあ、チームの司令、まずは初球打ちました。初球打ち、三遊間のゴロ、一塁送球アウト。いやー、ちょっと簡単に手を出しすぎとるな。さあ、打席には風薙京です。すべて第9投げた。バットを出しません。ボール低め、攻めてきます。投げた、外れた。ボール、カウントツーボール。第3球投げました。スプリットはボール。オッケー、ナイスバッティング。ヒット、レフト前ヒットになった。風薙、いい反応。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。さあ、天才と呼び名の高いこの男、投打にまで全てを持った野球エリート、怒り守る。まずは初球、スライダーはストライク。さあ、次の球、大きくウエスト。第3球投げた、大きく外してきます。すげーウエストしてくるな。これから4球目、見送ってボール、スリーボールワンストライク。第5球投げた、ツーシームはストライク。なるべく体力使わせて。うおー、はえー、ついていけないよ。1回が終了して0対0。チャレンジャー、バッターは4番ボール。さあ、初球、変化球ビンビンに切れています。第2球を投げました。外角低めストライク、軽くポポーンと追い込みます。さあ、外してくるのか。うりゃ、コース引っ張った、破っていった。中継、いかに守る、ヒットを打たれます。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球を投げました。インコースのボール、逆方向へ。惜しい。
いけ、振れ、打ちました、振ったけど、オッケー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 、これでワンアウト、ここでバッターは金本、いいよ、いいよ、イカリ守る、なかなかうなずきません、今日のバッテリー、ピッチャーはイカリ守る、そしてキャッチャーはイカリ進む、投球これから2球目、カーブはストライク、タイミングが合いません、ほいさ、ボール外れた、全力ライジング、空振り三振、ここでバッターボックスはグルタ、第1球を投げた、いいボールだ、変化球が切れています、これは見送ってボール、オッケー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 、さあ勝負してくるのか、クリア、流し打ち、打球はファールグラウンドに上がっています、右へ打っていったが、これは切れてファール、投げた、低め、よし、最後は三振取れてる、三振取れてる、さあ1球目投げました、ナイスボール、いい球が決まっています、第2球投げました、ストライク、インローへ、次はどう攻めるのか、バットを出しません、ボール、カウントワンボールツーストライク、外れた、ボール、オッケー、センター前ナイス、センター前ヒット、つくも、ナイスなバッティングです、さあノーアウトで先制のランナーが出ました、さあ非凡な野球センス、そしてほのかに放つさっき、油断ならない雰囲気を醸し出します、蛇島キリト、もう一回、ここは注意を怠りません、まずは初球、通信は、よしよし、見てこ見てこ、しっかり見ていきましょう、インコース高めいっぱいストライク、内角低め見送ってストライク、さあ次は何で来るか、まあ球数投げさしてね、さあ仕留められるか、見送ってボール、完全なボール球、さあこれで決まるのか、打ちました、ファールボール、次が7球目、打ちました、落ちるか、ライト浅いところ、ヒット、オッケー、蛇島、ラッキー、カレンジャー先制のチャンスを迎えます、さあ6度ひじりです、凛とした巧みなリードで男どもを引っ張ります、熱盛もリードしてほしい、投げました、バント、ピッチャーの右へ転がした、ここも取ってアウト、6度シャキッとバントを決めた、第9を投げた、ボール外れた、カウント1ボール、さあ次の球、ツーシーム見送ってボール、カウント2ボール、打ちました、オッケー、ナイスバッティング、つくもホームに向かう、1点取った方がいいか、さすがにね、ちょっと達人レジェンドで序盤から得点稼ぎはちょっとな、ビンビンに切れています、投げました、いいボールだ、変化球が切れています、ダイブ、ダイ、なんと惜しい、そしてバッターはダルビッシュ、イカリ守る、初球から送ってきました、あー、オッケー、イカリ進む、もうイケメンだわ、やばい、そしてバッターボックスは長島、ナイスボール、来てるよ来てるよ、流れ来てますよ、ほい、打ちました、さあゲッツーになるか、2塁フォースアウト、1塁は惜しい、1塁はセーフ、警察失敗、落ちる球、3-6361になるのか、今のだとなかなか取れんよね、そのゲッツーって、3回の表が終わって1対0、さあイカリ進むがバッターボックス、依然好感度は高いまま、投げた、あっとっと、球数を投げさせよう、さあ次の球、緩いカーブ見送ってボール、カウント2ボール、投げた、打ちました、ファウル、投球これから4球目、あースプリットだけどヒット、やったぜ、イカリ進む、出塁します、これで2打数の1安打、投げました、
大事に大事に一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。スライダー見送ってボール。これは完全にボールです。投げた外のボール球、打った、弾いちゃった。あー惜しい。これはさあ雲行きが怪しくなってきました。まさかの三塁に置いとるんだ。そして迎えるバッターはダルビッシュ。打ちました。ここは抑えたいよね、ピッチャーだしな。よし、いかに守る堂々のピッチング。5回の表が終わって1対0。さあ出てまいりました。このまずは初球、外角高めいっぱいストライク。社長さん、スプリットはフォー、カウントワンボールワンストライク。さあ3球目、ツーシームはボール。第4球を投げました。打ちました、いい当たり。いい当たりなのに。これでワンアウト。さあ見積もり右京が右バッターボックス。ストライク、内角へ。まずは様子見です。第2球は打った、これはファースト真正面、ボール掴んだ。そのままベースに入ってツーアウト。さあ打席にはチームの主力、初球を打ちました。うわカットボールか。アウト、これでスリーアウト。前半が終わって1対0。チャレンジャーズ、結局この回3人で攻撃が終わっています。プロ野球レジェンド追う展開、迎える7回です。ここでバッターは金本、以下に守る。このリードは守りきりたい。7イニングス目になります。初球は1-0完封か。まさかの変化球、ビンビンに切れない。でも9回投げ切れるかどうかは危ういよね。見事なピッチングです。まずは初球、初球を打った、ヒット、結果はヒットだ。さあここでバッターは先ほどスリーベースを放っている稲葉。投げました、打った、打球はファールグラウンド上、切れていきます、ファール。さあ外してくるのか、どうだ、一二塁間ライナーで破った。おお、いい動き、矢部くんいい動きだよ。ピンチが続きます。ではプロ野球レジェンド、ここはライナーを起用してくるようです。お、ダルビッシュ降板したぜ。以下に守る、こういう場面を幾度もくぐり抜けてきました。しっかりと抑えてくれるでしょう。落とした、うえー、フランカー。わずかに外、おっしゃー、ちょっと際どかったけど、この試合2桁、10個目の三振。7回の表が終わって1対0。ここはピッチャーに軍配が上がりました。プロ野球レジェンド、何としても得点を上げたい9回です。さあここでバッターボックスは9回まで来ちゃいましたね。いいところがない金本、投げました。全然ヒット打ってない気がするんだけど、6安打だもんね。あ、やばい、スタミナが。投げた、打ちました、宇宙間へ持っていきましたがヒットになります。セカンドへ送球、金本ツーベースヒット。チャレンジャー同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。そしてバッターはスクルタ、変えますか、アヘヘン君に。行くぜアヘヘン、ドロップか。打ちました、初球打ち、三遊間の打球、来たんちゃう、ファースト、アウトです、一塁はアウト。チャレンジャー勝利、初レジェンズ 1-0 初だな。いやー、投手戦でしたね。まあポイントがすごい稼げたかって言われたらまたちょっと違うんだけど、それはもちろんここでも来ます。チャレンジャーズキャプテンが敗者に歩み寄っていきます。持っている力は共に出し切りました。もちろんそこにあるのは純粋な敬意の念でしょう。さあ次なる戦いでも私をワクワクさせていただきたい。以上、世界が注目した歴史的一戦の模様を実況、熱盛宗敦でお届けしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。アディオス。
まあまあまあ、ばらつきはありますよね。めっちゃもらえてる。何の巻物だったんか超気になるんだけど。これさ、ゲース行ったらおるんかな。ちょっと行ってみますね、試しに。あ、やっぱまゆちゃんこれで出てくるんだ、しっかり。相手は伝説的な方々ばかりの相当な強敵だったとか。間違いない強敵でしたよ。ご立派ですわね。退屈しのぎにもぴったりね。私のお供をお供にしてあげますわ。ゴージャスでやんす、美人でやんす、可愛いでやんす。すごいな。もうドンピシャなんだろうね、矢部くん。わがまま、まゆちゃんですね。やったぜ。まあ、ポイントもまあ5ポイントだけどもらえてって。だから途中で拾えるんすね、まゆちゃんも。で、準決勝、台風ですね。どこが来るんでしょうかね。やったぜ。詩人交流行って、青葉と朱雀のコンボを起こしますね。で、シュート系が来ると思うんで、緩急欲しいな。サークルチェンジ取ります。で、あー、で巻物いますね。巻物は、あー、逃げ玉やった。奪三振来てるのはでかい。これあぶれちゃうんすよね、完全に。奪三振多分コンボでくれたはずなんだけどな。まあここでつけちゃってもいいけど。でもあんま奪三振の巻物って持ってないんですよね、僕。なので、まあちょっと取っておきますか。で、スタミナ系か。ちょっと筋力使いたいっすね。あんまないな。とりあえずクイックはマックスにして、まあ中突きなんで回復つけてか。コントロール上げましょう。じゃあ、あんまりね、ストレートを上げるつもりはないんで、あ、で変化球中心を。人気者、調子安定と。まあ中継ぎのエースがてらって感じかな。いやー、まあということで、全然大差はつけれなかったんですけど、結構緊迫したいい試合でしたね。うん、やっぱり強いわ。まゆちゃん連れてってないと、マジ達人レジェンズやばいっすね。動きがやっぱ全然違いますわ、一歩目の速さというか。はい。まあ、せっかくレジェンズ乗り越えれたんでね、残り3戦、なんとか頑張って最後まで行きたいなと思いますけど。まあ、次回はまゆちゃんを使えばいいかな、社長おるし、言いつけが発生するんでね。まあ、また言いつけに怯えながら頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。では、本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー、リクエスト等ですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。